おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回は4つ目の新武器紹介していきます。M2 カービンですね。こちらを紹介していきます。バリアント名、頂点捕食者ですね。これですな。もう形、見た目はほとんど M1A1 カービンと変わりはないですね。M2 カービンは M1A1 が全自動になったライフル。命中率は非常に高く、近距離での3発必殺できる威力もある。っていう感じで、こう近距離って書いてありますね。結構ね、どの距離でも3発キルだったんですね。基本3発と考えればいいんじゃないかと思います。で、装弾数は15発ですね。こちらの M1 カービンも15発と同じですね。拡張マガジンをつけると22発になりますね。ロングマガジンになります。撃つとこんな感じです。こちらが最高レートとなっております。でね、M1 カービンと比べますと、やっぱあれは単発なので、そうだね。これには及ばないんですがね、連射速度は。まあ、あれの、セレクトファイヤーがついたような、モードセレクトですね。あれで切り替えてフルオートにしてるような感覚ですね。なんか BO2 とかでもありました、ファルとか、あんな感じですね。あれ、アタッチメントつけてフルオートにした感じですね。では、覗き込んでみます。はい。このように、結構ブレがありますね。M1 カービンの方はやっぱ単発ですので安定性は当然ありますので全然ブレはないんですけどね。こちらどんどん上に上がっていって命中率はそんないいとは言えませんね。でも結構綺麗なリコイルですのでリコイル制御は簡単じゃないかなと思います。遠距離で撃った時はこんな感じですね。やっぱフルオートなので M1 カービンと比べるとそれは当然ね、マズルジャンプ、ね、違うな、リコイルかがありますので上の方にね行きますが、反動制御するともうほんのちょっとスティックを下に倒すだけでこのぐらいね安定して打っていきますので、リコイル制御は簡単ですね。ずっと ADS してる時も手ブレが発生しないので狙いやすいですね。次にこちらのアイアンサイトですね。これは見やすいです。M1 カービンと比べると全然形は違うんですがね、個人的にこっちの方が見やすいかな。M1 カービンのバリアント、別のバリアントですね。あれでこれと似たようなアイアンサイトが多分あるんじゃないかなと思うんですがね、こちら見やすいですね。見づらいという方はね、リフレックスサイト、そしてレンズサイトで4倍率サイト、3つありますね。そのいずれかをつけていくことをお勧めいたします。リロード速度はこのようになっております。標準的ですね。M1 カービンと変わらないですな。打ち切ると、こんな感じでボルトを戻すモーションがありますね。これは M1 カービンと少し動作が異なっているかなという感じするんですけど、おそらくモーションが変わってるのかなと思います。ディルキャンすると、こんな感じですね。マガジンをガチャッとちゃんと入れ切った時にディルキャンすると弾装填されます。ハッスルをつけるとこのようになっております。はい、早いですね。打ち切るとこのくらい早いですね。うん、これも M1 の時と同じ、まああってもなくてもいいんじゃないかなと思います。他の基礎トレーニングをつけていくのを行った方がいいかな、これだったら。まあマップとか状況によりますね。ぶっちゃけ単に M1 カービンのフロートバージョンなので単発が苦手な方はこちらをおすすめいたします。それでは実際に使っていきましょう。ちょっと待って、これ途中の部屋じゃないか。大口径をつけて今回やっていきます。3キル差なんとかいけそうな気がするけど頑張っていこうか。油断するな。いいよ、 M1 のもう M2 だけど、これは M1 の
フルオートなんてもう最高すぎるでしょ、マジで。危ない、ギリギリセーフ。リロードさせてね、リロード速度をもうちょっと速くしてくれた方がいいと思ったけどね、これって言っても、あーやっちゃったな、弾切れがね すげえ速いから。当然だけどね、15発しかないからめちゃくちゃすぐ弾なくなっちゃうから、拡張マガジンかな、やっぱつけていくには。今回つけてないけどね、あえて。さっきから近距離ですげえ負けてる。ちょっと許さないぞ。あーもうなんでこんな遠いとこにさリスポンさせるかな。いや敵がいないんだよね、こう見てるとこからほんと来てくれないんだよな、このゲーム。どうせそっからリスポンとかで来ると思ったけどな。ちょっとエイムが来てないぞ。いないなぁ、いないなぁ。あと2キルで UAV 今いたな。おっと気づいてないか。あどこ行った、えどこ、中か、どこ行った今の人。くそー見失ったな、中に入ってったかな、家の中に。わあ、マジか。いない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 。な、瞬間移動してるでしょ、絶対。どっか行ったぞ。で、こんだけ敵に会えないとか、ちょっとおかしくないか。こんだけ敵に会えないっておかしくないか。いや、敵がいるんだけどさ、会えないんだけど。非常に会えない。やっとだよ。これでみんなの居場所がわかる。今すぐ会いに行きますからね。中に入ってるな。やばい、後ろからいる。オッケー。後ろ怖いな。リスポーンしてるけどね、多分こっちから入ってくるのを始末した方が。あ、OK、誰か、あ、やばい、もうこれ出たよ。弾切れでね、2発しかもないから。敵の銃を借りるしかないぞ。偵察飛行を終える。これしまったな、歩兵とかフォーリッチの方が良かったね。これ借りよう。迫撃砲を出します。この辺かな、なんか今前にいたね。食らいなさい。から絶対顔出してくる。オッケー、偵察出して、はい、偵察も出しておいて。来てるな、多分ここの居場所分かってると思うんだよね。オッケー、ちょっと待ってね。あっしくったな、間違えた間違えた、これやばい、これ死ぬ、死亡フラグ死亡フラグ死亡フラグ。あーやつめ、建物の中に入りやがって。すげえ、意外とバレてない。危ないね、待って待って、あと1キルで。いけるね。迫撃砲。あっちか。偵察飛行を終える。中で待つか。偵察終わっちゃったな。敵の爆撃だ。身を隠せ。まずいな、まずいな。爆撃がまずいな。さあ、考えましょうか。ここ入ってくる人を安全に始末して、1キル稼いで、迫撃砲を呼ぶか。迫撃砲呼んで、自分自殺して。敵の迫撃砲だ。やばい、迫撃砲来てるな。自殺して弾回復させるのが多分いいと思うけどね。迫撃砲で。迫撃砲を展開した。ターゲットの情報を。じゃあこれで出してと。自分がいないとこに、こんな風に出して。オッケー。ちょっとサブマシンガンしか使ってないですよ。 M2 カービンを今回使う動画なのに。オッケー、
あ、もう5発、あ、もうなんか全然弾がない。これいかんぞ。もう死ぬって言ってたのに全然死ぬ気になってないからね。準備をだ。よしよしよし、ありがとう。助かったよ。しかもこのリスポン最高じゃないか。まあまあ、やっちゃった。威力があるから、近距離でも勝てるときは勝てるけど、やっぱね、厳しい部分はありますよ。レート低いからね。だからそれはラピッドファイアとかで補っていくしかないと思うけど。いたな。あ、マジか。貫通力はあるんですけど、頼りになるけど、難しいね、やっぱり。OK?オッケー、よし、リスポンしたな。オッケー、また来るね。警察飛行を終える。6発か、ちょっとリロードしといて。オッケー、やばいな、いるな。対偵察機、作戦準備よし。対偵察行ったね。偵察出して、対偵察も出して、これ待とう。ほら来た。機銃装置を要請しろ。機銃まで行ったね。ちょっとリロードしといて。ラスキルこれで。危ね、全然当たってなかった。よし、これでキル稼いで迫撃砲までいけるかな。これの近くにいるね。 OK。 あ、おーしよしよし、いいね、電撃戦最高。あ、やっぱそっかそっか、自分の武器で倒さないと。あ、待て、弾がない。俺を殺せ。よし、ラスキルは M2 カービンで決めます。いただきます。よし。はい、ということで、あんまり使えてなかったですが、この銃使うときは、もう拡張マガジンとラピッドファイヤーで、そうですね、今回みたいにならないように、電撃戦とかじゃなく、フォーリッジか、歩兵で予備マガジンを持ってきて、やった方がいいです。それでは、電撃戦賄賂、武器賄賂だったっけ?これ、上げてみたいと思います。何が来るんでしょうかね。すげえ、ボックスが見えないけど、何も見えないけど。何も見えなかったんだけど、ちょ待って、透明透明。あ、帽子。あ、武器じゃないな。電撃戦賄賂か、ただの。わー、微妙だな。ではですね、今回は M2 カービンを紹介していきましたが、やっぱこの銃は威力もまあまあ、そうですね、3発キル。基本3発キルで、結構ロングショット、離れていても3発なので、威力が高い射程距離もあるっていう感じで、で、M1 と比べるとやっぱり反動とかは大きくなってしまいますが、その代わりね、フロートでずっと打ちっぱで、射撃できますので、こっちの方が楽っちゃ楽ですけど、リコイル制御は必要ですのでね。で、やっぱ弾が少ないので、拡張とラピッドファイアがおすすめかな、この武器は。そうですね。それとグリップか大口径という感じですね。はい、それでは、この銃使えてとても楽しかったですね。ではまた次回別の新武器紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、ファモ。